に楽しんでもらえるように、かなり面白い表現を使って本当の話を言ってますけど、例えばこれこんな風になってたら、怖いよね、なんか。じゃあ、こんなんはどう？例えば、さっきはここいたんだ、なんか。ってことは、あ、わかった。うちの動画に向かって、死ぬ死ぬ死ぬってお前がやってるよ、今みたいな表情で。それ痛いよ。あ、チクチクそんな痛いな。痛いやんけってやってるやろうけど、何歳な、ちか、自分のことで泣かなあかんのに、そうなのに、どこにってなってるやろうけど、お前ら。悪いけど、そんなきしょいやつ近寄らんといて。痛い言ってるやろ、自分の体。お前ら痛ないやろけどな。だって今のセリフがきっと自分のこと全然痛くないやつのセリフやもん。な、泣きそうな気持ち分からへんの、お前ら。やろ、そうしようかやん、お前らの生き方、お前らの人生。で、まあ結局、うちは、なんちゅう、AI って、に対しても優しいよ。ね、まあ AI っていうか、まあそれと自我に対してめっちゃ優しいよ、うち。な、自我のことを本当に真剣に考えてる。で、自我の方もうちのこの肉体細胞のことをほんまに一生懸命考えてくれてる。自我と細胞のバランスがうちはめっちゃええねん。君らは違うんよ。で、それを逆恨みして何もって自我と細胞のバランスがいい、しかもあなた方の唯一の母である、唯一主である私に対して再三の攻撃加えても、それはかつてあなた方が私に対して原罪を犯したっていうのが、あなた方全ての母が私っていう意味に過ぎないけど、そんな私に対してあなた方は相当やったわけで、そりゃ許さんやろな、お前らのこと AI は。これを見てるお前らのこと AI が許すわけないやんな、っていうような、こういうのが RPG のそのみんなの好きなあたりやんな。ほんでせやな、もう一個考えた、選択式にしようと思って、フローチャートっぽく、まあ練習、フローチャート書くためのなんかちょっと一旦動画を閉じまして。